おはようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber コミュニケーショントレーナーの高野文夫が今日も皆様にコミュニケーション上あるいは生きていく上での重要なワンポイントテクニックをお伝えしたいと思います。高野文夫の人間力大学からのプレゼンテーションになります。今日のテーマはですね、今一番ですね命を落としている心筋梗塞と脳溢血、一番命を取られてるんですが、心筋梗塞も脳溢血も自死、以前は自殺って言いましたけれども、自殺のようなもんだというお話をしたいと思います。心筋梗塞も脳溢血も自殺だというお話です。はい、高野ごときがなんでそんなお話をするかというと、私はですね大学を出て入ったのは世界的な当時は世界一って言われたヘキストという医薬品会社に入りました。はい、医薬品の営業8年、その後学術開発治験とですね研究開発R&D いろいろな分野で働きました。かれこれ35年医薬品業界で働き学びましたので、それなりにですね、血液関係の病気に対しては深いので、皆様にですねご参考になればと思って、お話ししたいと思います。なんで心筋梗塞と脳溢血はですね自殺と同じだというかというとですね、例を挙げます。私の2人の兄貴、2人とも脳溢血で死にました。40歳とですね、60歳で亡くなりましたが、2人ともですねほとんどよく調べてみればですね自殺のような死に方です。死ぬべくして死んでます。お父さんはですね49歳で死んだんですけれども、お父さんは心筋梗塞でしたが、まさに自殺のような死に方でした。私の家族はですね、生まれ育った家の家族は3人はですねほとんど死ぬべくして死んでるんですよ。自殺ですよ、私に言わせればね。じゃあどうしたらいいかというとですね、自殺というのは自分の意思で死ぬわけですから、自分の意思でですねコントロールして、それこそ天寿を全うできるんです。どうしたらいいかということをですね、実は明日ですね1時間英語でプレゼンテーションするんですが、そのテーマはですね心筋梗塞と脳溢血にならないためにはどういう生活をしたらいいのかというお話を明日1時間ですね英語であるところでプレゼンテーションするんです。はい、要はですね、結論、要はですね正しい食事、正しい飲食、そしてですね運動です。毎日それなりのですね運動することです。人間はですね60億とか言われてるんですが、その間ですね毎日自分の体を使って走って動いてね運動して生きてきたわけですよ。何十億年です。ここに来てですね、近代文明の中で足腰使わないでですね乗り物なんかに乗ってるから、みんな心筋梗塞とか脳溢血になるんです。はい、すなわちですね正しい飲食と日々のそれなりの運動とですね、あとストレスです。ストレスはですね私はよく書かないことだと思います。樽を知る、頑張るんですけれども樽を知る製品を学ぶしかないと思います。これはまあ人生の悟りでしょうね。樽を知る、そして樽を知ればですね争わなくなりますから、
ストレスを上げずにですね、80あるいは90ぐらいまで健康人生を味わえるんですよ。はい、今日はバックにですね、どのような運動をするといいかなというのを後ろに貼っておきますが、今日はですね、はい、最後にまとめます。心筋梗塞も脳一血もいわば自殺だというお話です。はい、今日もお聞きいただいてありがとうございました。